はい、どうも、あやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回ですね、2月の29日に開催させていただいた、あやとサロンの乗用車の道場走行イベントの結果についてですね、実際にどのようなことをやってきたのかというようなことも交えて、動画の方で報告をさせていただきたいと思います。一番遠くからは北海道、西の方からね、岐阜、広島、それから京都というようなところから、数多くの方々が参加していただきました。イベントの全てを撮影するということはできなかったんですけれども、実際にどういったような流れでですね、どういったような環境でそういったイベントを行っているのかというようなことを客観的に見ることができるような、イベントの報告動画として作らせていただきましたので、実際ですね、イベントのこの全部を撮影するというようなことはできなかったんですけれども、今後、あやとサロンの乗用車の道場イベントとね、トラックの道場走行イベントと、参加してみたいと考えていらっしゃる方には、非常にイメージがつかみやすくなる、動画になっているんじゃないかなと思いますので、一度ご覧いただいてですね、この雰囲気というようなものを感じ取っていただければと思います。それではご覧ください。はい、どうも、あやとです。今回ですね、乗用車の道場イベントってことで、初めての試みになるんですけども、これからですね、参加者の皆さんをお迎えに行って、こちらの、トヨタのランドクルーザーっていうね、私の車なんですけど、私の車にお乗せしまして、4人の方々を案内しながら回るというようなイベントになっております。後半でね、一番最後に、就職関係の資料っていうものもお渡しするような形になると思うんですけれども、そちらについても全て4人分揃えておりましてね、今準備万端というようなところで、これからお迎えに行こうかなと思います。またイベントの最中にこういった経過報告のようなことも行いながら、ちょっと撮っていこうかなと思いますんで、自分で自分を撮るっていうのは初めてなんで、非常に不慣れなんですけれども、皆さんにお伝えできるようなことは、すべて記録していこうと考えておりますんで、次回参加される方の参考になるような動画になればいいと思ってます。それではまた後ほど撮影していきます。今回ですね、3名の方が午前の部ということで、皆さんどちらからでしたっけ？仙台と。仙台と。茨城と。京都。京都から。はい、ありがとうございます。ちょっと初めて皆さんお会いするんであれなんですけど、大体今日イベントで運転の教習をメインに聞きたいって方と、あと就職相談で大体分かれるんですけど、皆さんはどうですか？教習メインです、ね。教習メインで。就職の方で。就職で。了解です。トラックドライバーを目指していっていう感じですね。了解です。ちょっとそういった話もしながら教習と合わせてやっていきますんで、よろしくお願いします。はい。はい、第1回目の休憩ですね。今首都高の芝浦じゃなくてね、辰巳台地っていうところで今休憩で止まってる感じなんですけど、これで1人ずつ席を変えてですね、後ろの方を一応助手席に、チェンジしていくというような流れになっております。今今日多分コロナの影響でほとんど人がいないような感じになってるんで、この通り平日の、平日じゃない、もう祝日ですよね、今日土曜日にもかかわらずほぼ車が止まっていないというような、なかなか見られない状態になってますね。今回の教習はですね、あやとサロンが用意した車ということで、こちらのトヨタのランドクルーザーですね、このランドクルーザー200っていう車で走っていってます。車としては8人乗れるんですけど、人数的にですね、助手席に1人と2列目シート3人、計4人で交渉していくような流れになってます。というのも一番後ろの席に座ってしまうとですね、私の声が聞こえないというのと、なかなか意思の疎通を取ることができないんで、全員が均等に質問したりっていうのもできないのでね、ちょっと4人が限界かなというようなことで、とりあえずこちらの車に関しては4人でやらせていただいてます。でこれで辰巳台地パーキング出て、今度はですね、C1 を反対回りで回って、レインボーブリッジを逆から回ってきて芝浦パーキングに入って、そこで今回ですね、駐車の練習、それからこの実際の車を使った運転の際の注意ポイントということについてお話しするような時間を設けさせていただきます。実際今同乗しながらですね、どういったお話をしてきたのかというと、この高速道路の走り方と、就職転職に関するようなお話をさせていただきました。今ですね、首都高の芝浦パーキングというところで、ちょっと車庫入れの練習も兼ねてですね、乗用車の上手な車庫入れの方法っていうふうなことを練習しながら、一つ講習を終わったような感じです。
まあ、今車の数もね、さっきお伝えしたように多分コロナの影響かなんかで、ね、あんまりこう出歩いてる車がないんで相当、まあ、空いてるような感じになってるんでね、まあ、練習はしやすいんですが、まあ、なかなか日常的にこう乗用車を運転する上では気づかない、まあ、大型トラック、トレーラーのドライバーの目線からの注意点というようなお話を交えながら、ちょっと今回ね、こちらのパーキングの方で少し練習をさせていただきました。またこれで一周首都高の方を回っていって運転の解説をしながら、まあ、随時ですね、就職の相談なんかもお話ししながらですね、また回っていこうと思います。どうでした今日は一日。多分僕も初めてこの乗用車でイベントやったの初めてなんで、皆さんがどうだったかなっていうのもちょっと吸い上げたいなっていうのもあるんで、運転の意識に対して、まあ、改めて、まあ、はい、もっと上のちゃんともっと安全に対する意識の仕方っていうのがあったんだなっていうのは感じましたね。まあ、なかなか動画でね説明してますけど、実際にじゃあそれをどうやってやってるのかっていうのが実際の現場じゃないと分かんないことも多々あるんで、まあ、特に首都高なんか毎回その交通状況って変わってくるんで、はい、まあ、時間帯にもよりますしね、まあ、そういった面ではやっぱり実際に乗らないと分かんないし、僕も説明しようがないなってところも多々あるはあるんで、はい、まあ、就職の話なんかもね、やっぱ個別に希望というか乗りたいトラックっていうのもそれぞれ違うと思いますし、どういう業界に入りたいのかっていう、まあ、イメージもねまだないっていう方も非常に多くいらっしゃったんで、まあ、今回に関してはまあ基本的なその初歩的な運送会社の入り方っていうのと、で細かい会社名とかっていうのは全てこのファイルの中に入ってますんで、はい、あとまあそのやり方ですよね、受験の方法と面接の方法っていうのも、まあ、多分運送会社以外でもいろいろ役に立つ知識は入ってるんじゃないかなと思うので、さまざまな業界で、はい。どうでしたか。やっぱりちょっと高速首都高はなかなか厳しいのかなと、まあでも慣れればなんとかなりそうな感じでした。はいはい、まあ若干やっぱり大型と乗用車で感覚は違うと思うんですけど、はいはい、まあ、今回もやっぱほとんどの方がね就職相談というか就職のお話を、はい、っていうことが多かったんで、はい、まあ、基本的にその乗用車運転しながら就職の話をメインに進めていったんですけど、はい、どうですかその就職関係の話っていうのは。いや、なかなか非常にためになってました。はい、あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。こちらとしても資料を、ね、作った会があるんで、はい、持ち帰っていただいて、はい、ぜひゆっくり見てみてください。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。はい、はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回のイベントに関しても一番遠くは北海道から、そして西は京都から参加をしていただきました。まあ、実際、綾田サロンのイベントというのはね、毎回非常に遠くから参加するというような方がいらっしゃいまして、本当にありがたい思いでいっぱいです。まあ、初めて同乗の乗用車のイベントというものをさせていただいたんですが、まあ、次回の3月7日と8日のイベントに関しては、折からのコロナウイルスの流行というものの収束の目処が立たないというようなことで、中止とさせていただいております。まあ、次回以降のイベントの予定については、全く目処が立っていないというようなことになっているんですが、今後ですね、綾田サロンのイベントの方というのも、この事態が収束し次第、また再開をさせていただきたいと考えておりますので、この状況がですね、改善され次第、次回のイベントというようなものを考えていきたいと思っているんですが、おそらく今月いっぱいは、こういったイベントというのは難しいんじゃないかなと思っております。毎回、綾田サロンのイベントというのはね、とても倍率が高くて、このイベントの告知をしてから、3時間程度でいつも、売り切れになってしまうと。まあ、チケットが全部なくなってしまうというような状況が続いておりますので、まあ、次回についても相当倍率というものは高くなってしまうとは思うんですけれども、まあ、できる限りですね、イベントの人数を増やせるようなちょっと機会を設けさせていただいたりとか、まあ、イベント自体のね、回数、まあ、サイクルをどん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 増やしていこうというふうに考えておりますので、まあ、そういった意味合いでですね、今後、まあ、若干の改善をしながら可能な限り多くの方々に参加していただけるようなイベントというものを考えていきたいと思います。まあ、実際に綾田サロンのイベントに来ていただいて、私の就職相談というようなことから、私、綾田サロン自身がですね、まあ、自信を持ってお勧めできるというような会社や、実際に私の友人が存在している、在籍しているというような会社、それからそういった会社に入る具体的な方法や面接のアドバイス、さらに、まあ、就職の求人をそもそも行っていないというような会社に入るための、まあ、具体的な方法というのがね、まあ、業界の人間じゃないと知らないような知識に関しても、こちらのイベントの方で、直接来ていただいた方々に、その情報を提供するというような、まあ、機会でもなっておりますので、
まあ、運送会社、トラックに乗りたい、大型トラックやトレーラーに乗りたいというような方にとっては非常に有益なイベントになるんじゃないかなと思います。撮影にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。まあ、次回以降のイベントに関してもですね、こういった実際の参加された皆さんの声だとか、そのまあイベントの風景ですね、そういったものも記録していこうと考えておりますので、そちらの更新の方もお楽しみにお待ちいただければと思います。まあ、次回少し先にはなってしまうと思うんですが、まあ視聴者の方々とですね、実際に面と向かって会いながら、さまざまな私からのアドバイスをさせていただいたり、まあそういった意思の疎通をね取りながらというようなコミュニケーションの場所という意味で、実際のイベントもですね運用していこうと考えておりますので、またお楽しみにお待ちいただければと思います。それではありがとうございました。